すぐ近くに親分。親分。パラセクトだ、パラセクト。パラセクト親分。で、海の砂浜にはさ、うん、いるよ、親分。あ、いた。ムクホークの親分だ。じゃあ、まずこのパラセクト倒しちゃうかな。バーン翼で撃つ。ドシャ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 。あのさ、あれなんだっけ。キノコの胞子。違う。何？何？ハサミギロチン。あ、ハサミギロチンは一発だ。逃げるわ。ハサミギロチンできるわ。だってここにハサミあるから。できるんだっけ？逃げるわ。街に帰る。テントに戻った。テントすごいポケモンいるよ。すごい、ダンでもいるよ。そうだよ。じゃあダンではただあそこにいるだけで。キャンプにダンでいる。あー、これか。そう、選んできたじゃん。うん、選んで。はい。はい。シロナです。そう、シロナ。ロズレイド。シロナ出来上がりました。出来上がった。ウルトラマンこのウルトラマン何の？なんていう人なんだろうね。あ、ウルトラマンはね、この足の裏見たら名前書いてるっていうことを最近知ったので、ウルダイナ、ウルダイナ、ウルダイナ、ウルトラマンダイナで、そっちがウルトラマンジャスティス、ジャスティショ、ジャス、なんだっけ、この子も違う。こっちまず開けますか。でで来た。でで持ってないやつあった。知らない。お、確かさ、光のゲームにこれ出てこなかった。出てきたと思う。出てきたよね。出てきた、出てきた。ロズレイドね。買ってよかった。これよかったね、売ってたね。持ってる指人形うちさ、いっぱいあるもんね。そうだ、だんだんね、うん、おー、シロナがマスターズトーナメントで使ってたやつ。甘い香りでおびき寄せ、両腕の花束の中にある毒のトゲのムチを操り攻撃すると言われているブーケポケモンのロズレイドです。しかもあのゲームでも使ってたよ。あのダイキア、そうだ、ダイパのね、リメイクゲームね、強かったわ。ちょっと目がさ、黄色だけじゃない？目見せて。ほら、目黄色だけでしょ。目閉じてんじゃないのこれ。え、目開けてるよ。え、これ目開いてんの？うん。嘘。ただこうなってるだけでしょ。目開いてんのこれ。うん。ただそうなってるだけでしょ。目黄色一色ってあるの？そんなこと。ほらこれロズレイドって言って。できた。そう、新しいやつ。みの。大丈夫か？あ、これも光のゲームで。そう、あの出てきたね、いっぱい。あのさ、キキさ、うん、ポケモンがさ、バッとやるとさ、出てくるよね。そう、ビヨーン戦いでミノが壊れてしまうと、近くにある落ち葉を材料にすぐにミノを作り直すというミノムシポケモンのミノムッチです。そう、何回も出てきた。これと戦わなきゃいけなくなった。そう、ミノマダム。ミノマダム。ミノマダム。ミノムッチはいるよね。ミノマダム。アルセウスごっこといえばほら、これ欠かせない。出てきたっけ？これ最後。最後に出た。ともし火を全部集めたら、ほら、ミカルティだよ。これ取るよ。あれ、これなんか、いやー、なんか気持ち悪いな、これこれ。ミノミノしてるシリーズだ。脱いでる、パンツ脱いでる。いや、パンツ脱い違う、あの、このピロッとしたのを綺麗に取っちゃうと思って、うん、ちょっとからしね、ピロピロ取る。中からさ、取れないか。これわかる？このちょっと嫌じゃない？これ。嫌だね。ね、これを中から取る。ほら、中から取れる、これ。消して。
本当だ本当だ。見えるでしょ。これを取っちゃうからちょっと待って。見て。いやー。ちょっと。ウルトラマンが来たよ。いやー。みんなウルトラマンが来たよ。気持ち悪い。で、みんなさ、見てウルトラマン。ウルトラマンが来たよ。よし、取れた。取れた。綺麗さっぱり。パパ、はい、古いさ、ウルトラマンにさ、昨日買ってきたウルトラマンに何か言って。あ、挨拶するか。うちの。こう言ってて。70年代のゾフィーさん。古いゾフィーさん。来ますよ、今。ねえ。ちょっとごめんなさい、こちらも失礼しますよ、お兄さん。お兄さんじゃなくて、ウルトラマンさん。失礼。ねえ、呼んで、ママ。前のウルトラマン。前のウルトラマン。来てくれ。うちにあるやつ。いいじゃん、いいじゃん。増えた、増えた。怪獣ばっかりだったからね。俺の方がでかいぞ。いやいや、いや、その背比べ。身長が全てではありません。ゾフィーが2人いるんだ。ね、ソフィーな、古いソフィーはなんかいいね。うん、パトロールして、ね、パトロールして、海王星をパトロールして、パトロール見つけた。上にもいるよ。なんで二人いるの。だけどちょ、一人でやられたから1対1。あ、やられた。まさかのタイラントの勝ち。まさかのタイラント、ね、これどういうふうに戦うんだろうね。パパ、その前に見て、うん、教えたよ、仲間に。あ、そうそうそう、あのピーって光線送って、光線送ったよ。そう、パパ、はい、みんな、ねえ、みんなに光線送ったよ。というわけで、今回はロズレイドとミノムッチが我が家に仲間入りしました。リサイクルショップに家族で行きましてね、持ってない指人形がこの2体だけだったんですね。たくさん売られていたんですけれども、でこのミノムッチはですね、あの草木のミノっていうようなタイプになりまして、3品種、3つもウルフあるんですよね。あのミノムッチ、ミノマナブはね、草木のミノと砂地のミノとゴミのミノって言いまして、でこのミノムッチが進化して、こちらのミノマダムになるというわけですね。草木のミノ、これで揃いましたよね。え、かわいいですね、このポケモンね。レジェンズアルセウスでよくね、木から出てきたなというような感じで、でこのローズレイドは前から少しね、あの探していまして、欲しいなというふうにね、うちの子供と言っていたんで、ゲットできてよかったです。まあ、欲しかった理由はですね、アニポケのマスターズ8のですね、シロナの手持ちなんですよね。マスターズ8の手持ちというか、シロナの手持ちポケモンなんですよ。で、マスターズ8ごっこなる遊びをですね、よくしていまして、で、このロズレイドだけ持ってなかったんですね、手持ちポケモン。で、ルカリオはゲームでは、ダイパのリメイクうちやってるんですけどね、ゲームでは手持ちポケモンとして登場するんですけども、アニメではね、ルカリオ出てこないんですね。で、ガブリアスがメガガブリアスしか打ちないんでね、普通のガブリアスも欲しい今日この頃という感じでございます。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。